もしもし。あ、もうね、絶対見ない。ダメ。ねえねえ、そんなことよりさ、おすすめの YouTuber っている？でもなんかもう声質からして気持ち悪かったもん。見てくれ。ふざけんな、マジで。もしもし。もしもし。何歳？25歳。年齢制限ある。アラサーはダメだってこれ、ね、25歳って言った瞬間ダメだな。違う、多分25歳がダメなんじゃなくて言い方よ。25歳。もしもーし。26歳。18でいこうよ。18でいこうよ。18でいこうよ。そうふざけんなよ、ほんとに。もしもし。もしもし。もしもし。声を聞かせて。不安になるから。不安になるから。声だけ聞かせて。お願い。お願い。声だけ聞かせて。聞かせて聞かせて。声だけ聞かせて。ずっと通話が続いてる。なんで？なんで？どういうこと？どうして？切らないの？じゃあなんで？あんたは切らない。一向に切らない。話したくないのかな？話したいのかな？どっち？どっ？いけ、平成フラミンゴ探すどころじゃなくなってんの、ね、ちょっとなんで変態しかいないわけ、本当に。いけ、もしもし。何歳ですか？18歳。何やってます？今は暇だから YouTube 見てた。なんかさ、 YouTube のさ、おすすめの YouTuber とかいる？ YouTube とかあんま見ないんですよ。平成、平成、平成、平成フラミンゴ。あ、そうなんだ。平成フラミンゴって知ってる？ん？平成フラミンゴって知ってる？わかんないっす。あ、わかんないんだ。そこ、まだそこか。まだそのレベルか。まあね、悪くないかと。採用。月曜日から来れるかな？はい。時給は205円。気になるっす。気に入った。採用だ。何が？平成フラミンゴって何？とてもおしゃれな名前だろ。はい。では、チャンネル登録をしたまえ。なんで？なんで？なんで？どうだ？してみる気にはなってくれたかな？うん、する、する。ほんと？うん。嬉しい！ありがとう！またね。じゃあね。まあこれでチャンネル登録者数は一人増えましたね。うん。ありがとうございます。そういうことじゃないのよ。違うのよ。うん。もしもし。何歳？18。高3？うん。店の人なしよ。カメラにしてよ。やだやだ。カメラにして。え、ね、それよりさ、おすすめの YouTuber っている？おすすめ？うん。わかんない。平成フラミンゴって知ってる？わかんない。見てみて一回。見てる、今僕のカメラ。カメラは見てないんだけど。うん。平成フラミンゴの YouTube 見てる？見てない。お集まりいただき誠にありがとうございます、私から愛のメッセ、あ、ゴールデンタイムなんだよ。そう、じゃあうちのね、ゴールデン二つかけちゃって。もしもし。もしもし。もしもし。絶対こいつは見せてくる。私には分かる。カメラを準備したら、それはなあ、そうだろ、そうなんだろ。ほらまた、ね、見せようとしてくる、こいつは。ふざけんじゃないよ。こっちは、こっちは楽しくお話ししたいと思って斉藤さんをやってるのに、あんたは見せてくる。ふざけんな。勝ち。普通にピースしてただけなんですけど。あ、え、マジ？
ねえ、ほんとごめんね。あ、大丈夫大丈夫。さっきから見せてくる人がおったんですか。いや、もうずっとそれで3連発だから、もううちらがついにここで切れたってわけ。そしたら何もしなかったっていう、なんか面白い状況。画面とか見てなかったんですか。その相手がビデオ通話にしようとしてますっていう通知が来るの。ああ、でそれをずっといい家にしてたの。斉藤さんそれ目的で使う人多いね。ねえ、おすすめの YouTuber がいて、平成フラミンゴっていうんだけど知ってますか。平成フラミンゴ、うん、平フラミンゴ、ちょっと調べてみますね。一回調べてみて。仕事とかって何かしてるんですか。仕事はね、うん、YouTuber。うん、平成フラミンゴだ。そう、平成フラミンゴ。あ、あなたたちですか。私たちなんです。これですか。これですか。あの、ごめんなさい、あのどれどれどれ。25歳独身女、ついにプロボ、絶対嘘じゃないですか。なんでバレてる。これチャンネル登録するしかないっす。してえ、ほんとありがとうね。いや、大丈夫です、うん、長々また、うん、頑張ってください。ありがとう。たけし、バイバイ。ありがとうね。ありがとうございました。バイバイ。じゃあね。めちゃくちゃいい子じゃん。びっくりした。うちらさ、序盤のさ、こと忘れてない。何どうせ出すんでしょう。たけし君、ありがとう。ありがとうございました。レッツラゴー。こんばんは。え、たけし、どうした。たけし、たけし。だよね。私さ、あけみ。え、あけみ。うん。え、たけしじゃん。マジ久々だね。3年ぶりぐらい。そうだよね。足に盾掘ったって聞いたよ。あ、そう、私枝豆のね、盾掘った。枝豆。え、ちょっとさ、ごめんね、レイコに変わるね。あ、分かったよ。え、たけし、たけし、たけし、やばいじゃん。やばいよね。え、レイコ、レイコ。あ、レイコ、レイコ。え、久々じゃん。元気、元気。今どこにいるの。ボリビア。あ、ボリビアか。うんうん。俺、ザンビア。ザンビア。うん、近いね。ザンビアってさ、YouTube 見れるんだっけ。YouTube 見れる、見れる。あ、見れるんだ。 Wi-Fi も完璧撮ってるよ。あ、そうなんだ、そうなんだ。え、最近おすすめはある。おすすめの YouTuber とか。おすすめの YouTuber は ポタホっていう、うん、ザンビア人。あー、そうなんだ。たけしのガチのそのおすすめの YouTuber 聞かせてもらっていい。あ、最近見てるのは、はいはい、ジュキア。あー、からの、からの、うん、女性 YouTuber2 人組といえば。言えば、言えば。レイコは誰みたいな、教えてよ。レイコもアケミも、うん、平成フラミンゴ。平成フラミンゴ、うん。おー、なるほどね。めっちゃおすすめ。うん、見とく見とく。チャンネル登録したか。ほんと。うん、今何、どれぐらいのチャンネル登録と。25,000人。めっちゃす、もう何今、スクって言ったよね。スクール水着っていうの。少ないっていうの、どっち。最高ってこと。あ、そうだよね。じゃあ。ちなみに君たちは平成フラミンゴのファン。あ、本人。なるほど。平成フラミンゴっていうのを今見れる環境にはいますか。今見れます。じゃあ見れますよ。ちょっと検索をしてみてもらってもいいですか。はい。スッと飲み込んだ、ね。スッとね、優しいの、うん、優しい、うん。検索しましたよ。ありがとう。はい、そしたら今度はチャンネル登録っていうボタンを人差し指で押せるかな。それいいよ。押しました。ありがとう。ありがとうございます。チャンネル登録するぐらいね、うん、3秒だから。ありがとう。なんか一言っていうか、こう言ってもらえる、なんか応援みたいな。目指せ宮迫。たけしさん、大変申し訳ありませんでした。最後だけね、ちょっと突き放して。ただの、 あのチャンネル登録を無理やりさせるババアたちだった。平成フラミンゴって知ってますか。知らないみたいになっちゃってるから、たった一つボタン押すだけで幸せになってる。あ、なんか見たことあるぐらいの人もいいから。そう一人ぐらいいてもいいんじゃないか。あ、じゃあ逆にさ、うん、TikTok は TikTok 見るみたいな。 TikTok だとちょい強だから。ちょい強。ちょい強だね。 YouTube よりはちょい強。 OKOK。 じゃあ TikTok でやってみよう。うん、します。元気な。今何歳。18歳。お、同い年。
嘘。俺も18。マジで？ね、TikTok とか見る？あ、見れるで。マジで？見るよ。え、なんかさ、フォローしてるなんか好きな TikTok とかいる？フォローしてるのおらん。あれ、ないんだ。なんかあんまりザーって見るみたいな。あー、なるほどね。女性 TikToker でさ、思いつく人の名前って何？名前か。若林桃。うん、なんかさ、平成フラミンゴって知らない？なんか部活あるあるとかやってる人たちなんだけど。なんか見たこと、あの2人組のやつって。そう。そう。あー、見たことある、見たことある。ほんと？女の子2人組の？そう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 。あるあるみたいな？そう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 。え？どうだった？え、普通におもろくね？普通におもろくね？実は本人なんだよね。またまた。マジ。またまた。いや、マジ。え、ほんまに？ほんと。え、めっちゃ好きやん。え？証拠見せようか。え、マジ？ちょ、見せてや。何やる？どれやろうかな。どうやったら証拠になる？すごくね？ありがとう。これじゃ、これ見たことある。どれどれ。早く部活行かなきゃいけないのに。じゃあちょっと。ちょっとごめんね。ごめんね。聞いてて。まずマジを回しながら本当にマジで早くマジで早くしろ。昨日も聞いた聞いた聞いた。今日マジで。早くさよなら。やった。はい、行け。ありがとう、マジで。え、超嬉しいんだけど。拍手してる。かわいい。え、でも、ね、うちらさ、普通に超有名人やね。いやいやいや、今、平成フラミンゴのチャンネルに飛ぶことってできます？あ、できるよ。ちょっと飛んでみて。あ、来た。で、人差し指ちょっと出してもらっていい？はいはい。で、チャンネル登録っていうところがあると思うから、ポチッと。はい、やってきました。イエーイ。マジありがとうね。超嬉しい、ほんと元気でね。いや、元気で頑張ってくださいね。こっちも頑張るから、あんた頑張りなよ。学校頑張りな。ありがとう。はい、ありがとうございます。じゃあね。はい。大成功。嬉しい、汗止まんないよね。嬉しい。え、マジで嬉しい、こんなことある？え、なんで？斉藤さんってうちらのこと知ってる？なんで？もしもし。聞こえますか？どうぞ。絶対声で判断したらこいつ。全然笑わなかった。悔しいよ。いや、短かったから時間が。確かに。やる、行くよ。やれよ。やる。もしもし。聞こえてますか？おーい。やる気や、やる気ないよ。だからさ、多分さ、思ったんだけど、こいつら絶対最初に判断してんの。確かにね。あ、もう分かる。あ、最初から前って言っちゃうと多分警戒されるから。そうだから最初は、あ、もしもしみたいな普通のちょっと可愛めの声でやって、話してくれたら急に突然変。そうしよう。絶対それだったらお話できるはずだから。ちゃんとだってもう無言電話だったから。無言電話ひどすぎる。本当に人の気持ち考えないですよ。もうちょっと会話してるとか言われても。マジで。この女性ファンだから。もしもーし。聞こえますか？なんで？あ、ごめん、何？もう一回言って。何してんの？今友達といる。全然自粛せえへんやん。え、家にいるんだよ。家が近いから来ただけだよ。あ、近所さんってこと？え、そうだよ。どうして？シンプルに。なんかちょっと気持ち悪いな。いや、正論。彼は正しい。彼は正しいの。だけど、すごい傷ついた。すごい傷ついた。なんかシンプルだよね。なんか気持ち悪いな。あ、確かに。気持ち悪い。
しかもなんか相手は分かってないんだよ、こんな美女だってこと。あ、そうかも。後悔しやがるってんだ。後悔しやがるってんだ。最初普通にすると結構喋ってくれるんだね。そう、それなの。でもちょっとスイッチ入ってたらさ、話してくれたさ。あ、確かに。まあ、結局気持ち悪いとは言われたけど。しかもさ、思ったんだけど、男にしか繋がんないの何。え、確かに悔しいな。マジ男する感じで行ってみて。男する感じで行くわ。まで刺せて、でそこで蹴り落とすっていうマジでかって、えっ、えっってなって本気のやつ、本気のやつ、普通になんか多分可愛くて見てる人もなんか落ちちゃうかもしれないけど。もしもし、もしもし、ゴリミさん。あ、そう、ゴリミ。ゴリミ書いてあるやん。そう、なんかね、ゴリラに顔がすごい似てるってあるひどいな。そう、ひどくない。いいね。いいしょ。いいね。いいしょ。いいよ。いいよ。20代だ。え、20代って思う？思わん。なんで？そうだよ、声は。そうだよね。何歳の？85。 85？ え、そう、あなたは？あなたの声だいぶ若いけど教えてよ。ババだっけ？うん？何？ババやっけ？え、なんでババって言うの？ひどいじゃん。ねえ。はい？つられてたくせにさ、ね、なんか手のひらを返したように。ババや。本気で釣っていい？本気で言ってんだよ。本気で釣っても会うとこまで行くわじゃん。待ち合わせひよーって言うとこまで行くわ。もうマジで落とすわ。もしもし。こんにちは。こんにちは。もしもし。もしもし。こんにちは。こんにちは。いくつ？え、私？25。あ、若。え、何歳？30。え、若。いや、ごめん、若くない。え、若。え、何してる人？私は、公務員やってる。学校の先生。まあ、ちょっと大変だね。え、うん、ちょっとね。そっちは？まあ、俺の話なんかどうでもいいよ。そんなことないよ。なんか部屋の広さとか知りたい。めっちゃワンルームで10畳。めっちゃワンルームで10畳なんだ。お歌歌って。違う。なんてお歌歌うの？え、じゃあ一緒に歌おう、一緒に。もう、分かった分かった。何歌う？じゃあ、妖怪体操第一。友達に今度当たってもらうね。ハッピーバースデートゥーユーでもいいし。チョコちょうだいっていうぐらい無理。もう一回って。チョコちょうだい。もう一回って。いや、うんこあげる、うんこあげるからチョコちょうだいっていうぐらい。なんか友達になっちゃった気分で、ごめんなって感じ。ごめんなって感じ。会うところまで。会う約束した勝ち。会う約束した勝ち。もしもーし。もしもーし。こんばんは。こんばんはじゃねえわ、こんにちはだ。うん、昼だもんね、まだ。もしかして沖縄の人？いや、いや沖縄。え、マジ？いや、なんか鉛が。沖縄の男大好き。ありがとう、ありがとう、ありがとう。よかった、俺。うん。ここにいるわけ今。いや、ステイホームでしょ、このご時世ね。あ、今ほど海外にいるってこと？え、海外？え、だってステイホームって言ったから、英語で言ったから。あ、おうち時間？日本風に言うとおうち時間？おうち時間っていうか、ステイホームって。うん。ごめんね。申し訳ございませんでした。
強烈キャラで話し続けられたら勝ち、それで会話が1分以上続いたら勝ち、勝ち、オッケー。めちゃくちゃイケメンと繋がってたらって考えたら嫌だよ。え、超嫌だけど。記録は11秒です。11秒超える、11秒超えるわけ。やっほー、もしもし、何しよう。今はなんか友達と遊んでる。何して遊んでる。え、だから斎藤さんして遊んでる。斎藤さんして遊んでるの覚えてますか。はい、記録は26秒。いや、ちょっと可愛かったの。いや、でもほら、やっぱりこれすごいなって思って嫌いだ。嫌いだけど、嫌いだけど、ちょっと可愛い系でいこうかな、じゃあ。ね、なんでさっき結構喋ってたよね。沖縄でしょ。沖縄結構さ、普通のリボで言ったじゃん。あ、そっか。だから普通に喋ってくれたんだよ。モテるんだ。じゃあ、あれは顔見なければ、まあ、顔見なければね。顔見なければね。さっきのさ、中にめちゃくちゃさ、イケメンがいたらって考えたらどうする。めちゃくちゃ恥ずかしい。え、しかもなんか、もしだけど、え、やばい。やってるわけなくない。やばさ聞けるよ。やばってるわけなくない。遊びで確かに、やばさ聞けるぞ。山崎健人と話してるって。オッケーオッケー。めっちゃ恥ずかしい、そう考えたら。写真。空振り。山崎健人への道遠すぎる。普通に、あの単語。します。23。これ可愛いね。嘘。エロいね。エロい。あーれーもしもし、もしもし。あ、もう俺はシンプルにあなたの声がダメでした。はい。そう、ほんとこれね、もう作業みたいな、うち電話かけてるから。なんで生き生き。もしもし、もしもし、もしもし、元気？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 え、可愛いんだけど。はい。歌歌ってもいい？歌ってください。え、いいの？え、歌って？ありがとう。ちょっと待ってね。私がカラオケでよく歌うあのお箱をね。歌って。聞くよ。君が。この人たち本当に溜めて歌うからね、本当に長いの。もうごめんなさい。引くね。しかもなんかずっと可愛い声、可愛い声。ねえ、何これ。